どうもこんばんは、NM です。先日石田水先生のインスタグラムに3枚のイラストが投稿されました。このイラストは1週間前に水先生のツイッターサブアカウント石田お寿司に投稿された横長のイラストを3分割したものです。左から超人 X、 ジャック・ジャンヌ、東京グールとなっており、水先生の作品がこのイラスト1枚に凝縮されています。ちなみにメインアカウントの方にも投稿されていましたが、一番左の超人 X の部分は隠された状態で投稿されていました。今回はこのイラストをもとに超人 X についての考察を述べていこうと思います。よかったら皆さんの考察、予想もコメント欄に自由に書いていってください。さて、このイラストには水先生の3作品が描かれているわけですが、キャラクターに加えて背景もその作品の世界観を表しています。例えば右のイラストは東京グールですが、メインで描かれた主人公金木健の奥には背を向けているヒロイン霧島灯花、そして背景には幻界な光をまとう東京の街が描かれています。中央のイラストは3月に発売を控えているジャック・ジャンヌです。手前に描かれているのは主人公立花キサが所属することになるクラス、クォーツのメンバー。そしてその奥には、こちらに背を向け華やかなドレスを身にまとったキサが踊っている様子が描かれています。背景に描かれたきらびやかなスポットライトはジャック・ジャンヌのテーマである過激をイメージさせます。そして左のイラスト、超人 X。 ほとんど詳細が公開されていない石田水先生の最新作ですが、おそらくこの黒髪鬼太郎化けの少年が主人公であり、前回の動画でも紹介した時男なのではないかと思われます。そして奥に描かれている背を向けた人物、性別はわかりませんが、おそらく女性なのではないかと予想しています。右のグールでは灯花が背を向け、中央のジャック・ジャンヌではキサが背を向けていることから、左の超人 X のイラストでも背を向けている人物が女性である可能性が高いと考えています。そして背景ですが、グールは東京、ジャック・ジャンヌは舞台、そして超人 X の背景に書かれているのは荒廃した世界なのではないかと思われます。大きく割れた地面に黒煙を上げながら落下する飛行機、カゴに入れられた大量のトマト、リンゴでしょうか。奥に描かれている街は東京のようにも見えます。そしてこのイラストには重要なポイントが2つあります。まずこちらに背を向けた人物の頭から発火のような現象が起こり黒煙を上げていること、飛行機の黒煙と何らかの関係がありそうです。そして2つ目、主人公の少し上あたりに黒い羽が舞っています。この2つは今回描かれた2人の能力に関係していると考えられます。では水先生が初めて超人 X のタイトルを発表した時に一緒に投稿されたイラストを見てみましょう。右に描かれているのは今回投稿されたイラストと同一人物であり主人公、そして左に描かれているのが主人公の能力に関係する生物か何かと思われます。僕は主人公の能力は鳥に関係しているのではないかと考えています。このイラストをよく見ると、左の真っ白な部分、翼のような形になっているのがお分かりいただけますでしょうか。そしてこの生物の手は鳥の足にそっくりです。頭部は少し隠れてしまっていますが、大きなくちばしのように見えなくもありません。そして水先生は生放送でハムスターの超人を思いついたなどと発言していることから、動物に関係する能力が出てくることは明らかです。以上の理由から主人公の能力は鳥に関係する能力なのではないかと予想しています。はい、ということで今回は超人 X の予想考察的なことを連載が開始される前ですがやってみました。どうだったでしょうか。多分結構いい線いってるんじゃないかなと思ってるんですよね。よかったらこの動画を見てくれたみんなの予想や考察もコメント欄に自由に書いていってください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。